岩手県交通、岩手県交通株式会社、岩手県交通は、岩手県森岡市に本社を置くバス事業者である。岩手県北自動車、県北バスと共に、岩手県を代表するバス事業者で、森岡市以南の市町村で、路線バスや花巻空港への空港連絡バスを運行する。前身は、戦時統合により発足した岩手中央バス、中央バス、花巻バス。 岩手県南バス、県南バスの3社である。1960年代以降のモータリゼーションの波を受けて利用者減少により経営が悪化。3社中2社が会社構成法の適用を申請しており、賃金支配によるストライキが頻発した。1976年の合併後も合理化は進まなかったが、1986年に国際工業の参加に入ってからは、業績も、 上向きとなり、高速バス路線展開もうまく採用して、単年度黒字を形状するまでになった。近年では、森岡市近郊の輸送改善にも、積極的である。通称は、県交通、県交通または岩交、岩港、岩港。保有車両数は2018年5月現在、計559両、乗り合い車両530、貸切大型27、貸切中型2、 本説では単に県と表記した場合は岩手県を指すものとする。岩手県に初めてバスが走ったのは1912年に森岡と宮古を結んだ西宮自動車である。現在岩手県交通の路線が運行されているものとしては1918年に森岡市内の路線で営業を開始した森岡自動車されている。この後小規模な事業者が 次々と設立され、1928年には、森岡のバス事業者だけで22社に上っている。第二次世界大戦に入ると、ガソリン規制が行われたため、これらの中小事業者の経営を圧迫した。さらに1942年には、陸上交通統制の通帳が出され、岩手県は大きく4ブロックに分けられることに行った。太平洋沿岸北部が、 岩手県北自動車、県北バス、太平洋沿岸南部は岩手東部の折合自動車、江差市南の県南部は岩手県南自動車、県中心部の森岡近辺は岩手中央自動車に統合されることになった。なお、花巻電鉄は社名の通り鉄道事業を行っていたため、バス事業の統合からは除外されている。県南バスは1949年に、 オ船フナトに拠点を設置したのを皮切りにエリアを拡大し、1950年には貸切バス事業免許、貸切免許を取得した。一方、岩手東部の利合げ自動車は1948年のアイオン台風によって国鉄山田線が長期にわたって普通になった際に代行バス輸送を担当、1951年まで続いた。1951年に、 岩手東部乗り合い自動車は、東部バスに社名変更したが、この頃になると、県南バスとのエリア重複による不合理が目立ってきたため、1957年に東部バスは県南バスの参加に入ることになり、1966年には正式に合併した。岩手中央自動車は、戦後間もない1948年に、花巻地区を花巻バスとして分離した。 その後順次営業エリアを拡大するが、急激に車両数を増加させたことで運行コストの増大を招き、1960年以降は赤字決算となっている。分離した花巻バスは1958年までに30路線を開設するなど、やはり営業エリアを順次拡大していった。1950年代は長距離バス路線展開が各社とも目立った。 県南バスが1951年10月に、一の関と気仙沼を開設する路線を開設したのを、川切りに、1953年には、中央バスと東部バスが、相互乗り入れの形で、森岡釜石を結ぶ路線を開設した。1955年に運行開始された森岡と大船渡を結ぶ路線では、中央バス、東部バス、県南バスの三車競り願いとなり、 最終的に、県南バスが運行を行うことになった。しかしながら、この時期はまだ道路事情は、さほど良くないため、東北本線と並行する路線では、鉄道の電化、複線化には対抗力を持たせることができず、運行休止や、区間短縮を余儀なくされた。ただし、その他の路線では、鉄道側の輸送改善があまり進まなかったため、他の地域と比較すれば、 残存路線は多い方であった。1960年代に入ると、過疎化とモータリゼーションの進行により、バス利用者数は減少傾向となっていった。事業者側ではこれに対応して合理化と人員削減による対策を進めようとしたが、これは従業員側の反発を招いた。さらに賃金支配という事態になったことから、労使関係は悪化していくことになる。 1965年、中央バスでは、森岡市内路線で県内初となるワンマンバスの運行を開始した。これに反発した労働組合が、4月の春季労使、交渉、春闘に続いて5月にもストライキを実行。7月には、夏の商用をめぐって、無期限ストライキに突入し、収束するまでに50日を要した。森岡市の商店街では、 ストライキの中止を申し入れたが解決できず、バスと対策協議会として200台の自家用車を使用して全商店街を無料で巡回するサービスを開始した。地元の中央バスに対する不信感は強まり、飲食店の一部は店頭に中央バス社員を断りと張り紙を出すほどであった。発車直前にポカ球と呼ばれる無断欠勤、それに伴う間引き運行も日常化していた。 早や根登山バスの最終便を運休させたことで、登山客が下山できなくなってしまうケースもあった。翌1966年には、県南バスが一関地区の路線でワンマン化を開始したが、労働組合では事前協議なしの運行であるとして、ストライキに突入した。同年9月には、水沢地区でワンマン化を行ったことで労働組合側は、 闘争体制を強めることになり、指名ストを通告したが、これに対する会社側はロックアウトを宣言した上に、調整に入ろうとした、地方労働委員会、チロウイの圧旋を拒否した。12月にチロウイが調停に入ったことで収束したが、この間は、ストライキや間引き運行が多発した。逃走の拠点となったイサシ市では、市議会で、バスの正常運行を求める決議まで行われ、 地域の農業共同組合などでは自営手段としてバスを自ら購入した。ストライキや間引き運行が続き、沿線の住民からのバス事業者に対する印象は悪化することになった。沿線住民はバスがなくても通勤通学できる手段を用意し、沿線企業では自家用バスによる送迎を行うなど自営手段に努めた。この結果、 バス利用者のさらなる減少を招くことになる。1968年、中央バスは経営再建のため、業績の良い貸し切り部門を分社化して、岩手観光バスを設立したが、これは東北地方では初の貸し切り専業バス事業者となった。1970年には国際工業の参加に入り、国際工業は7割の株式を引き受けた上で、 不債の肩代わりを行ったため中央バスは倒産を免れた。翌年には同じ資本系列にあった花巻電鉄と合併した。その後は比較的良好な経営状態で推移したが余裕のある状態ではなかった。また、花巻バスでは1969年に貸切バス事業を花巻観光バスに分社化した上、1970年に 県北バスからの財政支援を受けることで、経営立て直しを図った。しかし、沿線に観光資源がないこともあって、経営は好転せず、賃金未払いによるストライキや間引き運行が日常化する事態になった。1974年には乗務員の無断欠勤が続出するため欠便申請まで提出する事態になり、公共交通機関としての信用は失墜した。 口述するように1974年には会社構成法の適用を申請することになるが、その時点で花巻バスの累積赤字は1億3600万円、未払い賃金の合計金額は8700万円に上っていた。この時期、県内の同業他社の一つである県北バスでは観光路線が多かったこともあって比較的経営は順調で、労使関係も良好であった。 ワンマン化についても着手こそ1974年と県外他社と比較すると遅い時期ではあったが、その後2年で8割以上の路線がワンマン化されていた。県北バスを除いた各社の経営が行き詰まる中、合併によって過藤競争を解消し合理化も進めるという意見も出た。1969年に中央バス、花巻バス、花巻電鉄の合併案が出たが、 これは、労働条件や資産評価の問題から実現しなかった。1971年には、私鉄総連から公的一元化案が示された。これは、県内4社を一元化した上で県が経営に直接関わることで、公共的性格の強いバス事業に対して、公営で責任を持つという考え方によるもで、 1973年には、県バス対策協議会が発足し、バス事業者の労使や県からも協議会の委員として参加することになった。しかし、経営状態が良好な県北バスは、当初より、この協議会への参加を拒否していた。さらに、一元化の範囲についての意見も分かれ、合併の意思のある会社のみという県南バス、花巻バスの主張に対し、中央バスは、 観光資源をエリア内に有する県北バスも含めた全県一元化を主張るなど意思統一ができなかった。その上、県は1974年には一転して公的一元化に反対の意思を表明した。各社協に労使関係が悪化し、ストライキの頻発などで日常の運行が正常に行われていいこと、それに対して誠意のない経営陣の対応という状況下で、 県が引き受けることに対して警戒したものと見られている。このような経緯により、公的一元化構想は挫折したものの、民間ベースでの一元化構想へ議論が進みつつ、あった1974年7月、県南バスが会社構成法の適用を申請した。同年10月には、花巻バスも構成法適用を申請している。しかし、 従業員側は、公正法的要申請の撤回を求めて、ストライキを通告。さらに県南バスの経営陣が、森岡地方裁判所、森岡地裁の定めた関罪に難色を示して、自力再建を希望し、一方で一元化による再建にも着手しているなど、会社側に誠意が見られないとして、森岡地裁では1974年10月に、県南バスの申請を棄却した。 県南バスではこれを受けて、仙台高等裁判所、仙台高裁に即時広告、関罪人は競争関係にあるものを避けるとともに、一元化は、負債の整理をした上で実施するのが望ましいと、主張した。仙台高裁は、この主張を認め、12月に森岡地裁への差し戻しを行っている。中央バスでは一元化を見据えて、 1974年11月30日に新会社として岩手工業を設立し岩手中央バスの事業を移管した翌日に新会社として岩手中央バスを設立し再度事業を移管中央バスとしては負債のない状態にしたこの時点で岩手中央バスは国際工業からの役員出向は残ったものの国際工業参加からは外れている 結局、従来の再検索はすでに限界であることから、最終的に、県南バス、中央バス、花巻バスの3社が新会社を設立した上で、3社の事業を新会社に譲渡する方針がまとまった。最後の手段であるという位置づけから従業員側も理解を示し、目立った闘争を抑えることになり、県も一元化に対しては推進する方向性を示した。 1976年5月に新会社設立が認可されたことに伴い、県南バスと花巻バスは、公正法適用の申請を取り下げた。岩手県交通と命名された新会社は、負債ゼロの状態から再出発することになった。こうして、1976年6月1日に、岩手県交通、県交通としての運行が開始された。しかし、 新会社としてのバス車体デザインが決まったのは翌1977年で、それまでに導入した車両は各社のカラーリングのままで導入され、社名のみが岩手県交通と表記されていた。さらに、車内も三社の組織が残った状態で、営業所の体制もそのままであった。北上駅前を例にすると、旧県南バスの車両は旧県南バスの車庫に入庫し、 旧花巻バスの車両は、旧花巻バスが所有していた折り返し場で待機するなど、岩手県民や利用者から見れば何も変わっていない状態であった。そもそも赤字の会社が合併しても黒字になることはなく、施設の共用など無駄を省くことで、初めて合併によるメリットが表に出くることになるが、この状態では、収支状況の改善は望めなかった。事実、 営業開始してから1ヶ月後の中間商与の支給時にも資金繰りに苦しむ状態となり、年末商与の時期には6億円もの負債を抱える状態になっていた。バス事業はバスの大数分だけ乗務員が必要となる労働集約産業であり、結果として人件比率も高くなる傾向はあるが、この時期の健康通では創始室における 人権比率が98%にも達しており、日本のバス業界では最悪の数字であった。極端に高い人権比率は合理化が進んでいないことを如実に示していた。経営体質の強化を図るべく、沿線自治体に対して資本参加を打診したが、すでに自治体から8億円もの補助金を支出している状態では、どの自治体にもそのような原資はなかった。また、 合併後の経営実態が甘く、わずか半年で負債が6億円にも上る現実から、合併前と経営体質が変わっていないと判断されたため、県は出資を拒否している。その上、未払い賃金がかさみ、運賃を値上げする一方で申請される、補助金の額が大幅に上げられて申請されるなど、その経営姿勢にも疑問の声が上がり、銀行団からも融資を拒否されることになった。 中央バスには国際工業から役員が送り込まれていたが、1977年には国際工業はすべての役員を引き上げていた。資金調達の手段をすべて失った健康通の経営は発足後わずか1年強で事実上破綻してしまったのである。1978年2月には運輸省の特別監査が行われ、 ワンマン化の状況やバス1台あたりの従業員数を調査したが、ここで改めて合理化の遅れが問題となった。この結果を受けて、運輸省では経営改善勧告書により、厳しい行政指導を行った。これを受けて、経営陣の刷新を行うことになり、県では、県交通の要請を受ける形で、県福祉部長だった松尾影康を送り込んだ。 1978年6月に社長に就任した松尾は大規模な社内機構の改革に取り組んだ。1978年度決算は単年度黒字となったが、資産の処分などによる部分が大きく安定的なものではなかった。このため合理化のためのワンマン化と不採算路線の廃止を進める方針となったが、従業員側は合理化の前に賃上げを要求し、 1979年からは、しばらく行われていなかったストライキが再発するようになった。1980年の春闘はストライキが頻発し、ようやく交渉打結したのが、同年10月になるなど、労使関係は悪化することになった。それは、日常業務にも反映され、乗務員の接客態度や、車両の整備にも影響し、県民や利用者の健康痛に対する不信感は、 増大することになった。1982年6月23日には、東北新幹線が開業することになり、新幹線連絡を目的とした特急バス運行計画が、県外の各社も含めて進められていたが、同年の県交通では、経営陣から示された合理化案に350の希望退職が含まれていることから従業員側が反発、労使紛争の長期化により、 東北新幹線開業前日の6月22日までストライキが断続的に続くありさまで、労使紛争の状況からはとても高速バス事業に着することはできなかった。なお、この時期の県北バスは経営努力に加えて106急行バスや高速バス路線の成功による増収分からの内部補填が可能になったことから国庫からの補助金を返上するなど、 さらに安定した経営状態になっており、健康通とは対照的であった。労使の対立の中で、それでも合理化は進み、1985年には健康通としては初の高速バスとして、ヨーデル号の運行に参入しているが、ヨーデル号は続行便も多数設定されるほどの好調な状態になった。また、新幹線開業によって貸切バス需要も増大し、 これらは健康通の収支改善にも寄与することになった。1985年度には通常の状態で収支均衡となったことを機に松尾は社長から退任することになり、1986年6月には当時の国際工業社長の宇佐野正邦が社長に就任、同時に国際工業の参加に入ることになった。国際興業傘下に入ったことで、 それまで苦慮していた資金調達が容易になった。同年には過疎路線の低コストでの維持を行うべく、早地ネバスを設立しているほか、高速バスと和田コ号にも参入している。1987年には高速バス、アスナル号にも参入。1988年7月21日からは、同社初の夜行高速バスとして、楽チン号の運行を開始した。 その他にもいくつかの高速バス運行に参入、すべてが好調だったわけではないが、経営状態の改善に寄与した。一方で、路線バスについても過疎路線を、早地ネバスに置き換える一方、都市部では団地への乗り入れや、車両の改善を進めた。これらの経営改善策が功を奏し、1993年度決算では、通常ベースでの単年度黒字を計上。 黒字体質の事業者への変貌を遂げた。また、労使交渉が対話重視で進められたこともあり、労使関係も徐々に協調路線へと改善されることになった。1999年に森岡市がオムニバスタウンに指定されたのを受け、県バス協会ではゾーンバス方式の導入を決定。これを受けて2000年に松園地区の県交通路線で、 ゾーンバスシステムの導入が開始された。利用者の意見に応じる形で1年間に数度のダイヤ改定が行われた結果、年間利用者数が4%増加、運賃を下げたにもかかわらず増収となったことから、その後他の地区への展開も行われている。2004年4月からは、花巻以南の6営業所について、全路線の運転、車両管理業務を、早地ネバスに委託することになった。 これはコストダウンによる路線維持を図るための方策で、これに伴い全社員の基本給を平均9.8%カット、さらに該当地区の所属員についてはその数値から1%カットの上で、早地ネバスに出向とすることで路線維持と雇用確保を両立させた。これにより2004年度の路線廃止は行われないことになった。その後2007年3月いっぱいで、 業務委託が解除され、1%カットについては解消された。2008年10月には、直轄で行っていた、車両整備事業及びそれに関する資産、人員の一切を、ヤマトオートワークス岩手、ヤマトホールディングス参加へ譲渡し、車両整備が完全にアウトソーシング化された。一部門ほぼ全員の転席を伴う、大規模な組織改変である。これにより県交通は、 人件費及び所有車両の管理、維持費の大幅な削減を見込み、大和側には広大な県土を持つ岩手という土地における自社営業車両の整備拠点の大幅な増加、業用の拡大等のメリットが生まれることとなった。2013年参加が国際工業グループから国際工業東北、国際東北グループに変更となった。運行開始当初は、 国際工業との共同運行を行っていたが、後に国際工業は運行を撤退し、現在は予約、発見業務のみ継続している。よって、現在は岩手県交通の単独運行である。全席指定制。車両、乗務員は北上営業所が担当。車両は、独立三列シートのハイデッカー車両、イスズガーラが使用されるが、繁忙期には増便として、 北上営業所所属の貸切車両が充当されることもある。駅西口利用状況。1989年平成元年12月19日運行開始。当初は国際工業との共同運行を行っていたが、後に国際工業は運行を撤退し予約発見業務のみ継続している。よって現在は岩手県交通の単独運行。 全席指定制、ただし、多客機に限り、国際工業観光バスが増発対応している。岩手県下平郡山田町から、上平郡大土町、花巻市、東野市、釜石市を経由して、東京都豊島区との間を結ぶ、夜行高速バス、系統名、大土池袋線。1日1往復。2017年4月4日。 出発便より週末等のみ運行。釜石営業所担当、車両、乗務員ともに、国際工業、志村営業所担当との共同運行。また、2016年7月11日より、運賃体系が変更し、カレンダー運賃となっている。国際工業、JR バス東北と共同運行。は、岩手県交通は撤退したが、路線自体は、 現在も存続しているもの。フリー乗車券は使用できない。なお、一部を除きバス停に接近表示装置が取り付けられているバスロケーションシステム。パソコン、携帯電話でも確認可。深夜バス運賃は一部路線を除いて売額運賃ではなく割増運賃となる。なお、フリー乗車券は使用できない。年月日発車便より一部の 停留所において、校舎専用区間が設定された。また、2010年10月1日からは、定期券適用路線、区間では、定期券提示の上、差額保険金化回数券、バスカードで支払う必要がなくなったと同時に、運賃の改定を行った。いずれも当期限定運行、いずれも夏季限定運行、合併当初は、各社からの引き継ぎ者では、 石鈴自動車製の車両の他にも日野自動車製や三菱不走製もあったが、新車導入は国際工業グループ入り以前から石鈴自動車製が中心であった。国際工業グループ入りした1986年以降、基本的に車両は親会社の国際工業バスと同じ石鈴自動車製であり、中でも路線バス車両の大半は国際工業からの譲り受け車であった。その一方で、 日野製や三菱不装製の車両は淘汰された。なお、近年では国際工業以外からの譲り受け者も見られ、さらに整備部門を大和運輸と提携した上で、大和オをトワークス岩手として分離しため、メーカーを統一する必然性が薄れている。このため、近年は、いすずしゃ以外の車種も転入しており、この中には岩手中央バス、岩手県南バス、 花巻バスで導入実績がなかった日産ディーゼル源とトラックス車も含まれており、現在では国内4メーカーの車両を使用している。中型、小型バスを中心に自社発注の車両も多く存在するが、この中には三菱不桑、エアロミディ ME もあ、現在の大型路線車は原則中古車での対応となっており、 長年新車の投入がなかったが、2014年2月に1980年に、イスズ系 CLM500、2台、イスズ系クラ500、14台を導入して、以来34年リに、大型路線用の新車、イスズエルガワンステップバスが導入された。2011年以降は、首都圏などからノンステップバスの転入も開始した。 岩手県交通発足の翌年に制定された路線バス標準色は、車体上半分は白で、下半分は銀色というベースに青のラインが入るものであったが、2000年にオムニバスタウンに対応した施策が開始されたから、徐々に路線バス車両のカラーリングは国際工業バスと同様のものになっている。最近では国際工業バス新カラーも登場している。 2016年には、岩手県交通路線バス標準色が、再び登場したが、この車両は以前とは異なり、全体を銀色というベースに、青のラインが入るものとなっている。路線バス車両の方向膜については、現在の森岡地区の車両は、前面、側面、後部すべての方向膜を使用しているが、花北、県南、沿岸地区の車両については、前面、 側面の方向膜のみを使用して、後部方向膜を使用していない車両もある。また、貸切格下げ車については、前面方向膜と、側面砂防を使用している。かつて在籍していたモノコック車には、後部方向膜を使用していなかったほか、花北、県南、沿岸地区のバス車両は,は、合併前から、側面方向膜を使用していたのに対して、 森岡地区の路線バス車両は1990年代前半まで岩手中央バスの流れで側面方向幕を使用せず、側面の行き先表示は側面サボで表示していた。ワンマン危機器も以前は岩手中央バス、花巻バス、岩手県南バスの流れで合併前の各社のエリアによって異なっていたが、現在は各地域とも統一されている。また、 東京都交通局より東日本大震災の支援活動として2011年6月より順次路線バス車両を20台が無償状とされた。これらの車両は当初は都営バスの塗装のまま社名を書き換えるだけで使用れていたが現在は国際工業新カラーへ塗装変更されている。貸し切り高速車両についてはほぼ全車両が 国際工業グループ観光バス色に統一されている。また、高速バス車両でも譲り受け車両が存在するが、これらについてもイスズ社以外の車種も転入してきている。ドライブレコーダーは、まず2012年度に205台のバス車両に設置し、残りの車両も2013年度中に設置予定となっている。岩手県北バスは2012年に全車設置済み。2014年には、 夜行高速バス14内全車に衝突防止補助システムを装着した。このほか、ボンネットバス、弁慶号、日の BH15 が1台在籍していた、現在廃車。2014年11月17日からは、森岡ナンバー、平泉ナンバー、ご当地ナンバーの導入に伴い、滝沢営業所、スゴシャ松営業所、都南営業所、谷幅営業所、 市は営業所への新車、他事業者からの譲り受け車、他営業所からの転入者は、森岡ナンバーで、炭鉱営業所、市の関営業所、千馬やバスターミナルへの新車、他事業者からの譲り受け車、他営業所からの転入者は、平泉ナンバーでそれれ、導入される予定。なお、雫石営業所、大葉様バスターミナル、花北地区の各営業所、沿岸地区の各営業所への新車、 た事業者からの譲り受け者、他営業所からの転入者は従来通り、岩手ナンバーでのシルベとなる。2007年3月まで存在した岩港運輸は直営の貨物輸送部門であり、関連企業ではない。過去の関連企業を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。